マッサージ師の癒しおふじです。僕が読んだ3000冊の本の中から健康に役立つ本をご紹介しております。今日は小林弘之著、なぜこれは健康にいいのか、副交感神経が人生の質を決めるです。では本書の結論、自律神経をコントロールできれば人生をコントロールできる。その理由を解説していきます。ではいきます。自律神経とは、活動状態の交感神経とリラックス状態の副交感神経があり、自動的に調整されています。体が最も良い状態とは、交感神経も副交感神経も両方とも高いレベルで活動している時です。で、交感神経のレベルが異常に高くて副交感が低いと免疫力は低下します。で、体のあちこちで不調が起こり、病気を発生してしまいます。つまり交感神経が優位の状態、乖離が生まれている状態は良くないということです。で、一般的には交感神経は年とともにあまり下がらないんですけども、副交感神経の方が年とともにだんだんこう下がってくるんですね。ということは、何も対策をしていない人はだいたい10年で副交感神経は 15% 機能が下がると言われておりますので、交感神経が優位の状態になってしまうと、何もしてないとこういう状態になってるんですね。じゃあどうすればいいか。結論は、副交感神経を優位にするように意識的にすればいいんです。で、副交感神経を高めることをするか、下がらないようにするか、それをやればいいんです。で、キーワードは簡単で、ゆっくりです。具体的には、ゆっくり呼吸し、ゆっくり動き、ゆっくり生きるということです。で、特にゆっくり呼吸は即効性がありますので、やってみてください。まあ、付け加えますと、ヨガの呼吸とも共通してるんですけども、吸う息に対して吐く息を2倍の長さにするんですね。例えば3秒で吸ったら、で6秒かけてとゆっくり吐いていけばいいんです。そういう呼吸ですね、1対2の長さの呼吸、これをやることによって副交感神経に切り替えることができます。で、副交感神経が何でいいかと言いますと、副交感神経を優位にするとリンパ球が増えるんですね。その結果免疫力は上がります。ではまとめますと、自律神経とは興奮活動状態の交感神経とリラックス状態の副交感神経があります。年とともに交感神経あまり下がらないんですけども、副交感神経の方が下がってくるので、結局差が生まれてしまうんですね。そうすると副交感神経が下がることで免疫力は下がり、体調不良となってしまいます。で、それを避けるためには、副交感神経を下がらないようにする、上げればいいんです。で、キーワードはゆっくりということでしたね。で、特に呼吸というのはどこの場所にいても道具もいらないし、簡単で即効性もある、簡単にできるんですね。ですから、自分で自律神経をコントロールしていい人生を手に入れていきましょう。ではまた。バイバーイ。